すべてやり直しだ。貴様たちを皆殺しにして。往生際の悪いやつだ。やはり貴様らを真っ先に殺しておくべきだった。からくり使いは戻れなかったようだな。いずれにしろどちらも消えてもらう。今からでも遅くはない。過ちを正して最初から始めるのだ。過ちばかりだな。お前が生きてきた中で過ちでなかったことはあるのか。家族を失うまでは少なくとも過ちではなかった。だがそこから先は全て。そうか。だがその過ちの中で必死に生きてきた者もいる。知っているか、シキ。私の本当の名を。何？私は博士。だがそれはただのあだ名だ。私の本当の名はクラネ。数万年前、鬼門に流された子供だ。な、に、ありえぬ。貴様がクラネであるものか。あるはずがない。長い年月が過ぎたものだ。私は6歳だった。数万年の時間を流されここに来た。一人で生きていくには幼すぎ、周囲の人間の施しを受けて生き抜いた。言葉すらわからない異郷の地で、やがて父と母の顔も思い出せなくなった。だが私は必死で生きた。それがかけがえのない私の人生だったからだ。それでもお前は過ちだと言えるか。私の生きた時間のすべてが。面影がある。その髪、そのほくろだとすれば、私は。フッ。やれやれ、恐ろしい女だ。すべては私を止めるための狂言。そうだな。そうか。それがお前の答えなら、私ここで死んでもらうぞ。すまんな。私には待ち人があるんだ。あいつに会うまでは死ねない。私は待っているんだ。連れて帰るまでは死ぬわけにはいかない。そのガラクタで私を倒すつもりか。立っているのがやっとの死に損ないが笑わせる。これで十分だ。お前を倒すにはな。ではここで死ねー。ん？何？
様は自分の生き方に後悔はないか？後悔はない。ただの一つも。どこをほっつき歩いていたバカ者。よく帰ってきた。それでこそ私の助手だ。おかげでシキを倒すことができた。私の父よ、私は数万年前鬼門に飲み込まれ流されたシキの娘。私もお前と同じ時間に流された奉公者だ。長い年月だった。数万年を流された私は太古の文明とからくりの痕跡を追った。少ない知識と知恵を振り絞ってからくりの研究に没頭した。やがて鬼がこの世に現れた理由を知った。太古の文明に生きた人々が鬼をこの世界に持ち込んだことを何とかしなければならないと思った。鬼を駆逐することが私の責任だと思った。そんな頃だ、常磐のオロチの存在に行き着いたのは、そしてそれを呼び出した科学者の存在に。もしその科学者が時を渡って現れたら、私が倒さなければならないと思った。たとえそれが父であったとしても、この時代に生きる者として倒さなければならない。だから戦った。お前と共に。多くの者の不太刀がそうしてきたように、ずっと隠していてすまなかった。シキを倒しても戦いは終わらない。鬼はこれからもやってくる。モノノフたちは諦めずに戦うだろう。そして歴史は続いていく。それこそが力だ。だが私の戦いは終わった。ここから先はお前一人で行くんだ。仲間たちが帰りを待っている。さあ行け、まほろばを目指して。無茶を言う。だが残念だ。もう少しだけお前たちと生きていたかったよ。君につくのも面白そうだ。今さら分霊など。ありがとう。さあ行け。お前は生きろ。生きて自分の道を行け。時間の呪いは解かれた。もうお前は自由だ。しっかりな。風よ吹け、子供たちを運べ。草木の燃ゆるまほろばの地へ。風よ吹け。